スター清水記者です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうも、はい、あ、どうも、あ、すいません。ズバリ当たりましたので連チャンということで、今週もよろしくお願いします。そうですね、まあ、ダービー外してますけど穴兄弟コラムとしては一応3連勝中ですので、はいはい、この流れで耐えずにいきたいと思います。はい、はい、では、早速、はい、まあ、販路の状況ということですので、はい、販路状況でまず目についた馬は何かいたでしょうか。これがですね、これはっていうのはあんまりいなかったですね。まあ、エアスピネルなんかは良かったんですけれど、まあ、いつも時計出る馬ですし、そんなにこれまでと攻撃的に変わったかって言われるとちょっと疑問かなっていうふうに思いました。はい、はい、そして、まあ、はい、外国馬も参戦します。難しい安田記念となりそうですが、はい、予想のポイントにしたのはどこでしょうか。まあ、僕ですね、これですね、あのオークスに引き続いての、登場ということで、いわゆるリピーターというやつですね。ほう、はい、あのもう皆さんご存知のと、ご存知の通り、ご存知の方も多いかもしれませんが、このレースとにかく、馬券に絡んでくる、まあ、リピーターが非常に多いんですね。ウォッカの連覇から、始まりというか、ウォッカの連覇もそうですし、まあ、去年一昨年のモーリス、そうですね、連続連単ありましたし、まあ、古川浅草田園とか、3着まで行ったらスマイルジャックだとか、ほうほうほう、グランプリボスだとか、はい、ストリングリターンなんかも、はい、とにかくもうそのこう年をまたいでの、馬券絡みというのが非常に多い、はい、あとそれがビクトリアマイルにも言えることで、はい、ストレートガールなど、ビルシーナ、ホエールキャプチャー、うん、とにかくこの東京のマイルっていうのは、リピーターを買うというのが、はい、大切なんですね。はい、わかりました。はい、早速じゃあそこで清水記者の本命ですが、はい、当然去年の覇者であるロゴタイプですね。はい、はい、東京マイルは、2010、はい、2勝3着1回で馬券から漏れたことは1回もございません。はいはい、もうこういう馬から買うのが鉄則かなと思いました。はい、それに、まあ、G1 3勝なんですよね。そうです ね、あのなんかリットにいるからかもしれないですけど、なんかあくまでこう伏兵の息を出しないというか、まあ、ちょっとそんなキャラクターですね。そうですよね、まあ、明らかにか日本版の中では完全に格上のはずなのに、モーリス勝ってますからね。そうです、そう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 、だから展開運の言われましたけど、結局あのモーリスの追撃を振り切ってるんですから、それでこの人気ならばという感じですよね。はい、その美味しさも相まって手を出さずにはいられないというやつですね。はい、相手はどういう感じで見ていますか。相手はもうあの二頭軸でいこうと思ってますんで、はい、そうなるとイスラボニータ、はい、ね、まあ、前回なんか超久々に勝ってましたけど、はい、やっぱりこうなんていうんですか、爪の甘さというかこうあと一押しが足りないみたいな感じの、競馬なんですけど、まあ、それを逆に裏を返せば、はい、まあ、とにかく安定はしていますし、はい、まあ、安定が安定なんで、はい、さすがに4連勝はないかなと思いつつも、まあ、マイルルチでなんとか二頭軸でしといた方が安全なのかなと、ね、はい、とにかく今乗るメールジョッキーには逆らな方がいいのかもしれないですね。はい、そこから手広くという感じになるんですかね。そうですね、まあ、だからその、リピーターっていう観点からいくとやっぱクラレンと、はい、まあ、前回本命にさせてもらったんですけど、この馬とにかく東京走りますし、そうですね、はい、もうとにかく走りますし、この馬もさ、去年一昨年の3着に来ている馬なん で、はい、まあ、そういう意味では全然こう2、3着には来てもおかしくないと、うん、まあ、その辺積極的に狙っていきたいなと思います。来ると大きいですね。はい、はい、そうですね、はい、で、まあ、香港をどう扱うか、はい、と、なんでしょうけど、まあ、僕結構外国馬好きでジャパンカップとか外国馬ばっか打って、うん、もうそこそこにやられてるんですけど、はい、まあ、その暮れの、あの香港マイル、はい、まあ、確かにロゴタイプその今回来てる2頭に負けてますけど、そうですね、はい、もう差は本当ビビったるものですし、まあ、去年のコンテントメントの、ね、ちょっとこうデータラクっぷりを見ると、あの香港の、ババアがこの東京競馬場ロゴタイプの大好きな東京へ、ババアを移せば、まあ、そんなに脅威には感じないかなというふうに思いましたね。はい、わ、はい、かりました、はい、清水記者の、連チャンに皆さん期待をしてください。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。